鬼ごっことかしたらもうダメ。その場にしゃがみ込んでしまう。なんかね、私多分追いかけられるのが本当に苦手で、なんか小学校の頃とか、なんだろう、軽泥みたいなのとか、こう鬼ごっこみたいなのをやるじゃない、ドッジボールとか。そういうのはね、本当にダメだった。なんかね、命の生命の危機を感じるんだよね、追いかけられることに。ない？わかるかな。鬼ごっこで鬼になるのはいいんだけど、おっと、鬼になるのはいいんだけど、追いかけられる側は命の危険を感じる、いつも。ちょっと待ってね、一瞬待ち、あれ。そうでね、そう、追いかけられるのがなんか本当に苦手で、なんかね、お姉ちゃんとかとよく鬼ごっこしてた時は、なんかね、追いかけられると叫び声を上げて、なんかホラー映画の、なんだろう、スクリームとかで殺人鬼に追われてる女の子のような悲鳴を上げてしまって、なんだろうね、ノイズやばい？ちょっと待ってね、明日ちょっといろいろ機材変えようかなと思います。事件性をか、そこまでなの、本当に。なんか多分向いてないんだと思う。追いかけられると死を感じる。今絶叫してみてほしい。ダメだよ、本当に。夜に絶叫したら警察が来てしまう。ご近所の人がびっくりするレベル。びっくりすると思う。泣いてないで。本当に、だって。いないかな、そういう人。鬼ごっこで本当に追いかけられるとき、なんか捕まったら殺されるっていう恐怖観念に、なんだろうね、前世なんか私追いかけられて、なんか捕食される動物とかだったのかな。叫び声小さそう。いや、そう思うじゃん。でも自分でもびっくりするような声出たからね。悲鳴ちっちゃいのかな。いやー、あー、うん、でもちっちゃいのかもしれない。わかんない。私の中では、すごい、びっくりする声出たなって思うんだけど。全然。なんか多分、捕食される側だったのかもしれない。もしかしたら。わかんないけど。なんか本当にね、追われると捕まったら死んでしまうっていう気持ちになってしまう。足元震える、動けなくなってしまう。ゲームじゃ悲鳴あげないのにね。まあ、悲鳴はびっくりはするけどね、ギャーみたいなのはないかも。すごい心理だね。そうなんだよね、不思議。でもいると思ってた、もっと同じ感覚の悲鳴ボイスの販売も、で絶対誰も欲しくないでしょ。一度レルちゃんのガチ悲鳴、ガチ悲鳴って相当なことないと出ないよね。でも悲鳴ボイス、ああ、お化け屋敷とか行ったら出るのかな。でもお化け屋敷苦手なんだよね。なんだろうね、悲鳴なんてあげることないからね。そうそう出るもんじゃないよね。そうだよね、みんなだって自分の悲鳴なんてそうそう聞いたことないんじゃないのかな。悲鳴を上げるシチュエーションってもう、それ相応の時だと思うけど、どうなんだろう。あ、いや、でも結構普通に出る人は出るのか。
お化け屋敷とか、あの、あれかジェットコースターとか乗らないからな、私どっちも。ジェットコースターもお化け屋敷もどっちも乗らないんだよね。悲鳴あげるよりはピッて止まってしまうかも、時間が。だけど本当に本当に怖かったりするときは鬼ごっことか、なんかね、誰かに追われるとすごい私はダメみたい。結構だから追いかけられる系のゲームもちょっと怖いなって思う。声出なくなるけど、逆に声出なくなる、声出なくなってしまうんだけど本当に怖い時。でも声は本当の本当に危ない時はね、なんか声出さなきゃいけないんだろうなって思うけど、悲鳴ってそういう意味でも大事かもしれない。前世が青鬼？逆でしょ、青鬼だったらほら追いかけるタイプだけど、多分捕食される側だったんだよ多分。遺伝子レベルで恐怖を覚えてる感じなのか、多分本当にそうだと思う。追いかけられるという感覚はダメ。鬼ごっこしてるみたいな。よかった間に合った、よし勝った、鬼ごっこに勝った。私が次は鬼。